皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志 DS ですね、30回目なのかな。はい、やっていきましょう。よしよし、あ、まだ来るんだ。城南から来た。さあ、米さん覚えてくれないかな。あー、覚えんかった。うん、引いちゃいましたね。とりあえず馬頭さん以外は、残しましょう。革新さんね。うん、
まあ歩兵がね少ないんで、どうしてもね。目標がね、残念ながら達成できませんでしたね。あ、そうだ、スカウト忘れてたね。まあいいか。あー、チンケイさんね。担当官ね、
あ、そうだね、法政さん、うん、長昌さんどこだ、関中、ああ法政さんが常用か、ともかくとしてね、木曜なんだっけ、あーそっかそっか、松園さんを修行に出すことでしたね。探索、創作ですね。Thank you.
はい、どこまでやったっけ。そうやな。重要でいなかったら無理じゃないかな。ここ田道悪いな。館長もね、あんまりよろしくないね。修繕しましょうか。さああとはね、長安攻めですね。で長安さえ攻めちゃえばもう備えられますんで、うわ10万いるわ。ちょっとそれなりに準備していかないとダメですけどね。はい、ということで今回はここでね終わりにさせていただきます。ありがとうございました。それではさよなら。